ノエの寝相の悪さはどうにかならないわけ。殴られるし噛まれるし、果てにはベッドから落ちるしで静かに眠れやしない。でも一人で寝るのは寂しいって言うんだからかわいそうでしょ。ドミはいいよ、なぜか毎回被害を受けるのは僕だし。まさかあいつわざと僕だけを狙ってきてるのか。寝相にわざとも何もないんじゃ。それに私だって多少は被害を受けてるわよ。例えば抱き枕にされたりとか。抱き枕、違うの。ノエはたとえ寝てても女性には手を出さない紳士なの。優しいだけなの。へえ。